はい、ヒルビール放送局、映画は大人の教科書、マコネです。このポッドキャストは、新潟県長岡市にある T ジョイ長岡のシネコンですね。シネコンの映画情報をお届けしてます。最新映画情報を予告をもとに、解説というか、見どころなんかをお話しするというような内容なんですが、まあ残念ながら、他の、日本全国の他の映画館に対応してるわけではないので、まあ最新映画であることは間違いないんですけども、長岡市に関係がないところにお住まいの方には、ちょっと、ずれちゃってるかな、みたいな内容になっています。そう、そこら辺は、事前に、お詫びします。いやね、映画って、毎月毎月じゃなくて、毎週毎週、20作品は、多分新作が公開されてますよね。うん。まあ、価格 .com を見ると、価格じゃない。映画 .com を見ると、うん。まあ、なので、まあ、20作品全部はね、解説できないですし、まあ、ものによっては、1巻だけで、しかも、一回の上映だけで終わっちゃうみたいな映画もあるので、まあ、ちょっとね、事情がありまして、新潟県長岡市の、T ジョイ長岡の情報をお届けしています。で、この、ポッドキャストは、Facebook にある長岡市グループ、まあ、地域グループとしてはですね、6000人を超えて、まあ、毎日毎日、投稿されている、巨大地域グループなんですけども、その Facebook 長岡市グループに投稿することを前提に収録させていただいています。そう。で、収録したついでに、ヒルビル放送局の方もアップしてるっていうのが、まあ正直なところで、で、現在はね、テスト収録中です。というのは、まあ技術的なものと機材的なものは、今すぐにどうにかできないんですけども、まあ、Facebook に投稿する。あとは、可能な限り自動投稿できるっていうところを、研究しながら、よりね、Facebook 長岡市グループに集まられている6000人の方がね、ぜひ、映画の楽しみを再確認し、T ジョイ長岡に足を運び、映画の世界にどっぷりハマっていただくために、今日も楽しくお話ししていきたいと思います。そう。でですね、今週の見どころとしては、今週はね、オリジナル作品というか、まあ、盛りだくさんですよね。はい。まあ、リメイクの作品があり、続編の作品があり、でテレビの映画化ありの、で、RPG チックな SF ありの、そう、まあ、今週はね、5本盛りだくさんです。そう、どれを見るかは、もちろん、あなた次第です。はい。まあ、どれでもね、面白いと思うんですが、やっぱりね、まあ、好みってありますから、はい。まあ、いろんな方がいろんな見方をできるラインナップになっていると思います。では、早速、今日の1本目は、こちらです。生きる、リビング。生きるって聞いて、まあ、黒澤明監督の名作映画だっていうふうに、パッと頭に浮かんだ人は、まあ、かなりもうマニアックな方ですね。うん。まあ、どうなんでしょう。映画に直接関わるようなお仕事をしたりとか、よほど映画をいろんなものを見てる方じゃないと、まあ、今となっては黒澤明監督のいくら名作といえども、まあ、随分過去の映画だっていうような感じが私はしてます。で、私自身は黒澤明監督の生きるは実は見たことないんですよ。はい。まあ、なので、この映画はね、大変興味がある。まあ、予告編見ても、もう予告編見ながら、もう胸が熱くなってきて、いや、もうこれ喋りながらなんかもう、ゾワゾワってきて、もう涙が出そうみたいな感じの、なんか、今の私にぴったりというか、もう、ジャストミートみたいな感じの内容な気がするんですよね。うん。まあ、その、生きるなんですけども、今回はですね、ノーベル賞作家の、カズオ・石黒さんの脚本でね、イギリスを舞台にリメイクされました。はい。
まあ、内容はというとですね、1953年第二次世界大戦後のロンドン、仕事一筋に生きてきた公務員、ウィリアムズは自分の人生を空虚な無意味なものだと感じていた。そんなある日、彼は癌に侵されていることが分かり、医師からは余命半年と宣告される。手遅れになる前に充実した人生を手に入れたいと考えたウィリアムズは仕事を放棄し、海辺のリゾート地でお酒を飲んでバカ騒ぎするも満たされない。ロンドンへ戻った彼は、かつての部下マーガレットと再会し、バイタリティに溢れる彼女と過ごす中、自分も新しい一歩を踏み出すことに決意する。っていうような内容ですね。まあなんかポッドキャストを始めた頃、まだね、まだ本当50日も経ってないぐらいな感じですけども、なんか思い出しますね。うん。そう。まあ私にとって、この内容にある、かつての部下のマーガレットと再会し、バイタリティ溢れる彼女と過ごす中でのバイタリティっていうもの、バイタリティがマーガレットに当たるのが、まあ映画だったわけですよ。うん。映画と再会し、まあ映画の中で、やっぱ様々な人が様々に関わって、どんどんいろんな作品が出てできていくっていうことに、私は嫉妬したんですよね。クリエイターとして何してるんだろう。私は物を作りたいんだっていうことを、まあ再確認し、まあできる、手元ですぐできることからやろうっていう感じで、まあ YouTube でポッドキャストを始めたんです。はい。まあそんな感じで、まあジャストミートのジャストミートのジャストミートみたいな内容ですから、いやね、ほんと、この予告編のね、わずか3分ぐらいかな、一番長い予告編がなんか2分か3分ぐらいだったと思うんですけども、それを見てるだけでも、私は涙出そう。うん。まあ黒澤明監督の生きるを知らなくても、十分楽しめて、十分今の自分と、見比べて、いろんな人が、いろんな考え方ができ、いろんなことを持ち帰れる素晴らしい映画になってると思います。ぜひね、映画館に足を運んで、ご覧ください。そう、私も行きたいけどなぁ。そう、でも私は3年間、16時間断食を続けて、標準的な体型に戻し、私のね、生活リズムも、生活習慣もすべて改善するっていう目標を立てて、映画もアニメもライブも、切り捨てたわけですよ。なので、まあここで見たいからって見れるわけじゃないので、ぜひ皆さんに私の代わり見て、たくさんの涙を流してきてほしいと思ってます。さあ、次にお話しするのはこちら。エスタ・ファーストキル。これはですね、2009年だったと思うんですが、アメリカで作られたホラー映画、エスターの続編です。今回も R15 指定になってますね。うん。まあ、内容に触れる前に、ホラー映画って皆さん好きですか？私は、昨年ね、ものすごく映画にどっぷりハマった時期以外、までは、ホラー映画が本当苦手で、まあ、私に一生のトラウマを植え付けた映画があるんですよ。ホラー映画で。まあ、何かというと、エイリアンですね。もう本当、お腹の中がピクピクピクって動いて、ブワーってエイリアンが出てくるシーンとか、なんか宇宙服、着ながら、突然エイリアンに襲われる、なんか水の中を歩いてるようなシーンだったかな。そのシーンがね、本当長らく私を苦しめ続けて、本当に私はホラー映画大嫌いだったんです。そう。だから、日本のホラーだろうが、海外のホラーだろうが、もう絶対見ない、といった感じだったんですけども、でもね、何年か前ね、何年かとかもう20年ぐらい前だったけど、エクソシストをね、なんかで見たんですよ。まあその時から、なんかやっぱ作り物
なんですよね。映画なんで。そう。だからまあ、それほどね、臨場感がないというか、まあ、映画でね、映画館で見てれば、まあ、臨場感もあるんですけども、なんかまあ、作り物だよね、みたいな感じで見れるホラー映画は、冷静に楽しめるんですよ。ただ、まあ、臨場感たっぷりすぎる、なんだっけ、ブレアウィッチプロジェクトだっけ、あれの、見たね、もう、予告編見ただけでもうね、足すくんじゃう。そう、知らない方はね、ブレアウィッチプロジェクトを、検索して予告編だけでも見てみてください。私はね、テレビか YouTube じゃないな、当時。なんかの動画で予告編を見たときに、映画だって気づかずに、本当実際にあった、ホラー系の動画で、なんかもうほんとお蔵入りレベルの事実だと思って見てました。うん。後からそれが映画の予告編だって知って、いや、ホラー映画とっても見れませんっていうのは、まあ、ブレアウィッチプロジェクトを、初めの予告を見た時の感想で、まあ、ブレアウィッチプロジェクトは、まあ、未だに見たいとも思わないぐらい怖い。うん。そう、まあ、そんな私だったんですけど、去年まあ、映画をドハマりして、でもどっぷり使ってる中で、やっぱりT ジョイでも、まあ、定期的にとか、月2本3本は、ホラー映画があるんじゃないかな。そう。まあ、たくさんのホラー映画を、まあ、映画館で見ました。もちろんね、びっくりドッキリ系の、演出、もういきなり、ブワって声、でっかい声が出るような演出とかは、まあ、驚きはするんだけど、怖いってわけじゃないんですよね。そう、目を覆い隠したくなるような、ホラー映画っていうのは、まあ、あんまり今はないかもしれませんね。まあ、小さかったからこそ、まあ、私はビビっちゃったのかもしれないですけども、まあ、最近見た映画、そうですね、私が見た映画の中だと、メニューなんかもなかなかの怖さでしたね。そう。で、メニューと同時期にやってたのが、そう、A24 のね、麺同じ顔の男。これもね、まあ賛否両論真っ二つ。ものすごいアーティスティックで、ものすごいね、綺麗なの。でもね、最後まで見ていくと、もう本当、なんだろう、人によっては、もうそこの場で嘔吐したくなるぐらいな気持ち悪さというか、恐怖感というか、これはね、きっと男性と女性では感じ方がまるで違うんじゃないかなと思います。まあ、去年見た私の映画の中では、まあ、200本ぐらい見た映画の中でベスト3に入りますね。メイン、同じ顔の男。うん。まあ、そんな感じで、まあ、ホラー映画を、まあ、立て続けに見たこともあり、まあ、日本のホラーにしても、海外のホラーにしても、まあ、体制がついてきたんですよ。はい。なので、まあ、今はね、怖いっていうわけではなくて、別に機会があれば見たいと思ってるんですが、まあ、さっきお話した通りに、まあ、ダンムービー中なので、まあ、見ることはできないと。そんな中であった、このエスターなんですけど、まあエスターもね、私続編なんですが、まあ本編、2009年のエスターは見てないんですよ。でも、このエスターって言葉自体は、まあ、うる覚えながら聞き覚えがあるんですよね。だから、多分、相当話題作。そう。うん。エスターを知ってる方は、あのエスターねっていうぐらいの映画なんだと思うんですよ。まあ、その続編ってことで、まあ、話題も集めてるんですが、まあ、その内容を確認していきましょう。まあ、せっかくなので、前作、エスターの、解説じゃなくて、ストーリーからちょっとおさらいしますね。前作エスターですよ。今、これからお話するのは。赤ん坊を死産で失い悲しみに暮れていた夫婦、ケイトとジョンは養子を迎えようと
とある孤児院を訪ねる。そこで出会った少女エスターに強く引きつけられた二人は彼女を引き取ることに。しかし、日に日にエスカレートするエスターの不気味な言動に、ケイトは不安を覚える、始める。という、まあ、内容で、原作はアレックス・メイスの小説なんですね。で、主演のね、ベラ・ファーミガって女優さんは、もしかしたら皆さん見覚えがあるかもしれないですね。なんか私も見覚えあるな。うん。なるほどね。確かね、他のやつで読んだんだけど、このね、夫婦、ケイトの、夫婦のね、ケイトとジョンのね、夜の仕事中に、彼女がちょっと見ちゃって、彼女に、それは、愛を確かめ合う行為だよ、みたいなことをお話しした時の、返答が、なんかすごく怖い内容で、まあ、そこから、どんどん、恐怖が、かき立てられていくっていうような感じなんだったような、そんなのをどっかで見たな。うん。じゃあまあ早速これから、新作の、内容を確認していきます。これからお話しするのは、新作のエスター、ファーストキルの内容ですね。まあ、今ね、私は映画 .com の解説を読んでるんですけども、まあ、すごいですね。まあ、初週なので、絶対数がまだ多くないにしても、4.5 点がついてます。はい。4.5 ってのはなかなかの高得点ですね。今年もしかしたら上位ではないかな、きっと。うん。まあ、最近チェックしないので自信ないですけども、そう。さあ、行きますね。これから、エスター、ファーストキラー。そう。孤児院から養子としてある一家に迎えられた少女エスターが巻き起こす恐怖を描いたホラー、エスターシリーズ第2弾。エスターが孤児院に入る前の前日譚が書かれる。裕福な一家、オルブライト家の一人娘で6歳のエスターが行方不明になってから4年の月日が流れると。ある日、エスターが見つかったという朗報が警察に届けられる。父、母、兄は数年ぶりの再会という奇跡にこの上ない喜びを感じ、10歳に成長したエスターを迎え入れる。再び4人揃って幸せな生活を送ることができる。家族の誰もがそう思っていたが、4年ぶりに戻ってきたエスターは何かが変わってしまっていた。という内容ですね。なるほど。前作の前日譚に当たるんですね。わあ、面白そう。ああ、そう。まあ、何よりね、私ね、このエスターのチラシがね、すっごくね、好きなのよ。うん。まあ、チラシチラッと見える、今回のね、サムネイルは、チラシを、がチラッと見えるので、まあ、ちょっと、そこをチェックしてみたいなと、いただきたいなと思うんだけど、まあ、TJOY の場合ね、もう公開されてる映画のチラシは置いてないんですよ。うん。置いてあるところもありますけど、TJOY は置いてないんです。なので、皆さんがこの、エスター、ファーストキルのチラシを直に手を取ることは、残念ながら、おそらくないと思うんですけども、本当はなかなかね、シンプルなんだけど、すごいその恐怖を煽る素晴らしい、チラシですね。うん。まあ、そんなわけで、エスター・ファースト・キル。まあね、心臓にドクンドクン来る、多分ホラーだと思うので、バッと驚かすようなホラーじゃなくて、もう本当なんか締め付けられるような、ジャパニーズホラーみたいな、その締め付けられるような映画だと思うので、ぜひね、皆さん、寒気対策というか、しながら、ぜひ、ご覧になってください。ぜひね、面白いと思いますよ。ほんと。いやー、
エスターね。まあ、価格 .com にはまあ、もちろんもうレビューも書かれると思うんですけど、まあ、レビューは見ないように、もう、いつか見ようと心に決めて、次の映画に行きたいと思います。はい。映画、刀剣乱舞シリーズの第2弾。映画、刀剣乱舞、黎明編。もとい、黎明でした。映画、刀剣乱舞、黎明をお伝えしていきます。この映画はですね、アニメ版や舞台でも人気になってたんですが、刀剣育成シミュレーションゲームっていう、刀剣乱舞オンラインっていうものがあるんですね。そう。それをアニメ、映画化したシリーズで、そう。前回は何年だったかな？そう。ちょっと忘れちゃいましたが、まあ、もうそのすごね、ヒットしたんですよ。そう。今でも多くのファンがいらっしゃるんですけど、どちらかというと、私のイメージですよ。イケメン大好きお姉さんホイホイ系の映画ですね。まあ私の造語なんですけど、まあイケメンを見ることがもう大好きなお姉様方が、もうキャーって言って飛びついて、まあ一回の映画で、一回のね、映画というかその上映の間に、何度見に行くんだろうってぐらい、繰り返し見に行く方がたくさんいらっしゃるような映画ですね。はい。まあ私もね、刀剣乱舞シリーズは噂には聞いてますし、私のね、本当に普段からお世話になっているちょっと上の先輩なんですけど、彼女はもう刀剣乱舞シリーズが大好きで大好きで、彼女はこの映画を上映する最中に何回見に行くんだろうね。そう。まあ、去年の暮れにやってた、ゲームの、アイドルを、男性アイドルをね、追いかける少女の、ゲームがあって、その男性アイドルのユニットのライブ映画がやってたんですよ。名前ちょっと忘れちゃったな。そのライブ映画に彼女は、最終日まで含めて11回見に行ったって言ってましたからね。今回も2桁行くのかなーなんていうのが私は勝手な関心事なんですが。まあこれもね、私そう、シミュレーションゲーム、刀剣乱舞オンラインはやってないし、まあ前作映画も見てないんですね。私は、あんまりね、イケメンが好きじゃないの。そう。でもね、イケメンホイホイ系の映画を、もちろん去年も見ましたよ。本当、入った時からもうアウェーって感じ。そう、本当に、場違いなところ来てしまったみたいな感じだったんですけども。そう。この映画はね、アクションも、まあ、出演者のね、イケメンっぷりも、まあ、非常に話題になってますね。そう。だから、時代ファンとかアクションファンとかでも、もう十分視聴に耐える素晴らしい作品に仕上がってると思います。はい。まあ、早速、その中身を読んでいくんですけども。そう。西暦995年、京都。藤原道長と阿部清明の密談により、酒呑同士の討伐が命じられた源の光たちの前に、歴史修正主義者が送り込んだ時間変更軍が現れる。極地に陥った頼光たちが、剣闘男子の三日月宗近たちが救うが、先に酒呑同士のも、のもとへ向かった、山老婆、摂国公を は、呪いを受けて姿を消してしまう。西暦2012年、東京。高校生の琴音は下校中に、うずうずしい影と戦う一振りの太刀を目撃する。一方、日本各地で 人々が突然意識を失う事件が多発。時の政府から派遣された
山老婆説教義？は、事件へ関与を疑われる山老婆説国広？確保をはじめとする特例任務を開始する。事前に調べとかなかった私がごめんなさい。読めない字ばっかだった。 そう。予告編見ると、本当最後は、本当仲間が本当倒れていきながら、なんとか、事件を解決するという、ガーって盛り上がっていくタイプですよね。まあ、私のイメージしたのはセーラームーン。男性版セーラームーン。そう。セーラームーンもね、この夏公開されますけど、やっぱどんどん大切な仲間たちが、倒れていく中、その屍というか、死んでないかもしれないけど、それを乗り越えて、敵に向かっていくっていうのは、まあ、激アツな物語ですよね。まあ、とかく日本人は大好き。そう、多分海外の人も大好き。まあ、そういった内容になってると思うんですよ。まあ、ただね、時代証拠が、時代背景がしっかり考察されてるかといったら、まあ、こういった映画なので、まあ、そこまでではないと思うんですけども、ガチ時代劇っていうわけじゃないですが、まあね、今あんま時代劇ってあんまないですよね。まあ、レジェンド・オブ、じゃなくて、信長さんの映画もまだ公開してますけど、でもね、意外と、イケメン大好きお姉さんホイホイ系の映画は、時代劇が多いんですよ。そう、多分ね、刀剣乱舞シリーズがヒットしたからこそなのかもしれませんね。まあ、ぜひね、イケメンホイホイ大好きお姉さんたちも、そうじゃないけども、アクション、そう、剣術ものが好きな方も、ぜひ、見に行ってください。そう。さて、次の映画は、確か、今日はこれで最後かな？最後じゃありませんでした。ごめんなさい。あと2作品。そう。ドラマシリーズの映画化ですね。はい。ネメシス。ごめんなさいね。ネメシス、黄金螺旋の謎。これもね、私、テレビがない生活をもうかなり長く、20年ぐらいしてて、あとテレビドラマをあまり一生懸命追いかけないんですよ。そう。なので、まあ、タイトルこそ聞いたことあるけど、実は全く知らない。知らないんですけども、そうですね。そう。まあ、早速、予告編は見てるんですけど、ドラマの、映画化の予告編って、まあ、あまりパターンがなく、まあ、本当、ウェブページみたいな、感じの、絵があって、文字がパッパっていっぱい、注釈みたいな、見やすい文字が入ってて、みたいな予告編と、まあもう、予告編の中にストーリーが出来上がってるような予告編の、まあ2パターンぐらいしかない気がするんですけども、ネメシスは分かりやすい方の予告編でしたね。で、まあもちろんね、配役はね、まあ今をときめく素敵な男女の人たちがまあ出てるんですが、私としてはね、私はね、池爺もね、池爺も渋爺も大好きなんですけど、爺が好きなんで、まあね、江口洋介さんとかね、出てると、まあちょっとドキドキしちゃいますね。そう。まあ早速、中身を、読んでいきますが、そう。横浜の探偵事務所、ネメシスを舞台に、広瀬すず演じる探偵助手の水上杏奈と桜井翔演じる天才探偵を自称する、風間、
正気？自信ないな。そう。そして、江口洋介演じる探偵歴30年の大ベテラン、栗田が様々な依頼に挑む人気ドラマ、ネメシスをドラマシリーズの総監督を務めた入江優のメガホンで描く。探偵事務所、ネメシスに誘拐されたペットの犬を奪い返してほしいという依頼が飛び込んでくる。かつてない高額な報酬を前に、早々調査を開始したアンナと、風間だったが、窓と名乗る正体不明の男が現れ、大切な仲間たちが次々と生命の危機にさらされていく。そう、ワンチャン探しから生命の危機。またまたすごい急展開な流れですね。そう。予告編見る限り、安定して見れる、当たり外れを心配しなくても見れる映画じゃないかなとか思ってます。そう。好みは分かれるんじゃないでしょうかね。もちろん、ドラマを見てた人か、見てたか見てないかでも違うと思うし、正直ね、ドラマの映画化で、ここ最近爆発的に当たったっていうのは、あまりないですよね。そう。私は、7人の女弁護士だったかな。女秘書だったかな。いや、女弁護士だったかな。を見たんですけど、演技陣は、俳優たちは本当頑張ったんですけど、映画はちょっとみたいな、みたいな感じだったんですね。そんな中で、これもちょっとどうかなって思わないでもないんだけど、ただね、映画はやっぱり見てみなきゃわかんないので、そう、見てみなきゃわかんないし、人それぞれみんな感じ方が違うわけですよ。だからこそ、ドンピシャにはまる人はハマるので、ぜひ、原作ファンというか、ドラマのネメシスを見てた方、そして、この俳優たちを見てね、ぜひ行きたいと思った方、ぜひ足を運んでみてください。私の中ではアマプラで十分みたいな気はするんですけどね。また余計なこと言ってしまいました。ごめんなさい。そう、映画は映画館で見た方が絶対に面白いです。そして今日最後の映画、こちら。これからお話しする映画は、RPG、ゲームのね、RPG が好きな人、ドラクエもファイナルファンタジーもそうですけど、ゼルダの伝説から始まり、もういろんな RPG が、日本にも海外にもあります。すべての RPG ファンには、ぜひ見てほしいと思います。タイトルは、ダンジョン&ドラゴンズ、アウトローたちの誇りですね。このダンジョンズ・ドラゴンズっていうタイトルを聞いて、えって思った人は、きっとかなりの、ゲームマニアです。で、RPG のその歴史すら知ってるぐらいのゲームマニアですね。このダンジョンズ&ドラゴンは、世界初のロールプレインゲームとして知られるゲームで、1974年に発売されたんですね。ってことは、私と同い年。なんで、48年前に発売されたテーブルトーク RPG のロールプレイング、ドラゴンズ&ドラゴンを映画化したアクションファンタジーになります。それだけでね、もう RPG ファン、冒険ものですね。冒険の世界。またね、テーブルトーク RPG、また独特な世界観ですからね。テーブルトークファンも RPG ファンも、ぜひね、足を運んでいただきたい映画ですね。アメリカの映画なので、そこそこのギャグありのみたいな感じで、134分、2時間ちょっとですね。今、最近は邦画だと2時間、どうだろうね。ものによるか。1時間34分。私はね、全然苦痛じゃないんですよ。
私は3時間までは全然平気。4時間超える映画とかは、まあちょっと本当勘弁してみたいな感じなんですけども、まあどちらにしても映画次第ですよね。長さが気になる映画は、まあぶっちゃけ見てても退屈って思っちゃうものもあります。はい。そう。まあその中で、タイトルじゃなく、内容をお話していきます。様々な種類やモンスターが生息する世界。ホーゴントン・レルム、盗賊のエドガンと相棒の戦士ホルガはある目的のために旅に出る。これまでに様々な修羅場をくぐり抜けてきた彼らだったが、今回の冒険は一筋ならではいきそうもない。そこで魔法使いのサイモンとドルイドのドリック、聖騎士のゼンクを仲間に加え、パーティーを組む。ダンジョンに立ちはだかる困難や手強い敵の数々、そして高難易度のクエストを乗り越えていくうちに彼らは全世界を脅かす巨大な悪の陰謀に対峙することになる。うん。これ、1時間34分で終わるのか？続編ありのちゃんちゃんで終わるパターンだったりするかな？あり得るよね。そう。うん。結構壮大な物語ですね。もう本当、初期のドラクエとはまたちょっと違うな。初期のね、ファミコンの RPG にはこういうシチュエーションのもの多かったですね。そう。で、まあ、最近の、異世界系のアニメにもこういうシチュエーションのもの多いですけども、そう。まあ、どうなんでしょうかね。ぜひ、皆さんの目で確認してください。はい。うん。まあ、そんなわけで、今日の映画は、この5本になります。はい。もう一回確認していくとですね。まず、生きるリビング。次に、エスター・ファースト・キル。そして、映画、刀剣乱舞、黎明。さらに、ネメシス、黄金螺旋の謎。そして、ただいま紹介した、ダンジョンズ・ドラゴン、アウトローたちの誇りの5本です。はい。まあ映画はですね、やっぱり、みんなそれぞれね、見方、考え方、感じ方が全然違うし、その時その時で、ピンポイントで響くところも違うと思うんですよ。まあ小さい頃見た映画と、同じ映画でもね、小さい頃、青年期、中年期、そして、初老、そしてその先に、で、やっぱりね、見方も感じ方も全然違うと思うんですよね。だから、まあ、どの映画が、当たりってことはないと思うんです。だからこそ私は全部の映画を見たいっていうのが、まあ、本音なんですが、まあ、現実的に今見れないので、ぜひね、皆さん、この、ポッドキャストを聞いて、いや、見てみたいな、という映画を、まあ、一本でも見つけて、ぜひ映画館に足を運んでください。そう。まあ、T ・ジョイ・長岡の場合はですね、これからお話しするんですが、ウェブサイトで会員登録をすると、まあ、ウェブサイトから、チケット購入できます。で、まあ、アプリもあるんですけども、断然、事前にチケットを購入して行かれた方がお得です。はい。というのは、アプリから購入した場合、火曜日と木曜日が1300円で、終日ね、どの映画でも1300円でご覧になれます。ただね、特別上映が稀にあるんですよ。まあそういったものは、まあ1900円っていうものもあります。まあ最近だとまあ、ガンダムの映画とかは結構値段高いですね。そう。まあ去年話題になったなんとかドアの、そう、機動戦士ガンダムなんとかドアの島が1900円で、まあね、私もガンダム世代なので、まあガンダム楽しみにしに行ったんですけども、まあどうだろう、
最近のアニメ映画って、ほんともう、スマホとかの、デジタルデバイスで見ることを前提にして作られているものと、映画館で見るものをことを前提にして作られているのの、両パターンがある気がして、まあ、今回のあのガンダムは、どっちかというとデジタルデバイスで見ることを前提としているような気がしたんですよね。で、まあ、そうですね。コナンはね、どっちかというと映画館向きな、感じがするんですよ。どの作品も。そして、なんだっけ、ワンピース。そう。レッド。レッドも、どっちかというと、デジタルデバイス向けというか、どこで判断してるかっていうと、なんかね、絵のクオリティが、ちょっとね、残念なシーンがあったりするんですよ。そう、まあ、ちょっと、絵のね、撮影で、なんかちょっと、ピント合ってないんじゃないのみたいな、そう、のが、まあ、ガンダムも、ワンピースもあって、なんかそれを気づいちゃうと、ちょっと残念な気分になっちゃうんですよ。まあ、写真家の私としては。まあ、まあ、ちょっと話はずれたんですけども、まあ、チケットを、事前に購入することで、まず、水曜日と、火曜日と木曜日は1300円で見れます。そして、映画の日、1日と、映画の日と1日と、1日、ん?ごめんなさい。1日、毎月1日と、水曜日は、事前予約しなくても全部1200円で見れます。なのでね、水曜日は比較的いつも混んでます。はい。まあ、朝一発目から混んでます。まあ、ただね、夕方、16時とかの回は比較的空いてるかな。で、映画の日はね、12月1日だけなので、まあ、そこは置いといて。そう。去年の映画の日は私、1日で6本見た気がするな。7本だったかな。もうずっと映画見っぱなしだったな。まあそうなんですけど、アプリでも、事前予約でもそうなんですけども、見ようとする日の3日前から予約できるんですよね。で、予約で自分の好きな席を選ぶことができます。まあもちろんね、後ろの方が好きって人もいれば、一番前が好きって人もいるし、人の邪魔にならないように横から見るのが好きだわっていう方もいるし、私みたいに何が何でも真ん中がいいっていう人もいるわけですよ。私はね、たとえ隣に人がいても、真ん中を譲りたくないっていうような、ちょっと頑固なところがあって。なので、真ん中を取るために、3日前の、深夜12時を回った直後に、もう予約しちゃいます。そう、見るって決めてるやつはね。はい。そして、全部のシアター、1から10まで、どこが真ん中で私の好みの席かっていうのを、いつも、パソコンの、メモアプリに入れてて、もう暗記してます。そう。だからいつもそこで見るんですね。私はね、ど真ん中が好きです。で、首を上げなくても、自然な姿勢の、で、目線が、ちょっと落ちるぐらいの高さが好きなんですよね。そう。で、私はね、あまり、音の良し悪しは、まあ、もちろん音がいいのは越したことないんですけども、シネコンね、まあ、どうしても隣の映画の音が入ってくるときあるじゃないですか。まあ、だからシネコンである以上、まあ、まあ、あれはもう映画館の題材、もう本当ね、防音施設を、現代風に付き直さなきゃいけないわけじゃないですか。だからまあ、映画のバランスとかも、考えて、まあ、なるべくね、隣の映画が、の音が入ってこないでほしいっていうのも、まあ、正直なところですけども、まあまあまあ、難しいところでもあるのかな、と思います。まあ、何回かね、TJ にクレーム入れたことあります。そう。まあ、最近はね、私が最初入ってもクレーム、ほんと勘弁しようっていうぐらいクレーム入れた時よりは良くなってる気はするんですけど、どうですかね。まあ、組み合わせですからね、なかなか難しいところだと思います。そして、今の TJ は、事前に、予約したものに関しては、QR コードが出るんです。スマホで。それはウェブ版でもアプリ版でもそうで、QR コードが表示されてると、その QR コードを、
入り口のところを持っていくだけで、別にチケットを買わなくても、じゃあチケットを出力しなくても、ピッとして、QR コードを読み込むだけで映画館に入場できます。なので、まあ変な話、ギリギリ入っても、手間取ることなく、入れます。それがね、すごく便利。うん。で、私は、アプリと、Amazon Pay のね、Pay を、ログインでデータ共有してて、Amazon Pay で、Amazon で買い物すると同じように、チケットを買い、そして、まあ、そのまま、映画館に行き、ピッとやって、入ってみるという感じでした。はい。まあ、ぶっちゃけね、映画館って、まあ、儲かってないは、ないんですよ。ビジネスモデルは、決してね、映画館がものすごく爆発的に儲かるわけじゃなくて、まあ、ものすごい当たってもものすごく映画館が儲かるってわけじゃないんです。だからこそ、本当はポップコーンとか、買ってね、映画館に協力することも必要なんでしょう。でも、私は、ポップコーンとかジュースを買って、下手したらね、一本映画見れるぐらいの金額になっちゃうので、まあ、それだったらもう一本見た方がいいやって感じで、まあ、食べませんでした。そう。皆さん知ってますか？ポップコーン、なんで映画館はポップコーンなのか。あれはですね、昔から、アメリカだとね、面白くない映画とかだと、もうポップコーンをスクリーンに投げるっていうか、何かを投げるっていうのが昔からあったんですって。まあ、それで、投げられてもスクリーンが傷まず、折っててもすぐ汚れがわかるっていうことで、ポップコーンが採用されたみたいですね。そう。私は過去に、デートで、俺たちのヤマトを、2回目見に行ったんですよ。まあ、1回目は自分で見に行って、2回目は、いや、1回見たしって言ったけど、まあ、その当時ね、付き合った彼が、いや、いいか、俺も見たいから見に行こうよって言って、いや、でも私仕事、まあ、私深夜の、スナックで働いてたので、仕事終わったばっかりで酔っ払ってるから多分行くとすぐ寝るから、いや、悪いよ。いや、いいから行こうって言って、まあ、特大ポップコーンを買ってもらったんですよ。うん。そう。確か三条のワーナーだったと思うんですよね。で、俺たちのヤマトを見始めたんですけども、そう、私が記憶にあるのは、最初の、まだね、俺たちのヤマトは冒頭現代の話から始まるんですけども、現代の話の範囲で、気がついたらポップコーンは下にボンばらまいてたと。本当に丸々一本寝てたっていう、苦い。思い出、残念ながらそれが原因かどうかわかりませんが、最後のデートになった気がします。はい。まあ、そんなわけで、このポッドキャストも今日はちょっとね、なかなか喋りましたが、うん。毎日このような感じで、最新の映画をお伝えしていきます。私はね、何回かお話ししてるんですが、もうね、もう早くお迎えが来てほしいっていうぐらい、なんかもうほんと、生きる、今日お話した生きるの、中の主人公みたいなね、どん底に近いような中に去年はいたんです。うん、まあ、誰が悪いわけでもなくて、私の問題なんですけどね。まあ、その中で、這い上がるきっかけができたのが、T ジョイであり、映画だったので、ぜひね、T ジョイ恩返しがしたいという気持ちで、この、ポッドキャストを配信してます。なので、決して、T ジョイ長岡から何かもらってたりすることはありません。T ジョイ長岡のスタッフの皆さん、もし聞いてたら最近来ないなと思っていらっしゃる方もいるかもしれません。私は痩せて綺麗になってから行くので、待っててくださいね。そう。で、もしよかったら、私に、鑑賞券お待ちします。そう、でもね、一回映画見ちゃうとまたね、もう我慢できないんだよね。そんなわけで、やっぱ3年間はダメですね。そう、映画立ち、アニメ立ち、タバコ、お酒、私には縁がないものだと諦めて3年間、16時間断食頑張って、綺麗でまともな体型のライフスタイルを手に入れたいと思います。そんなわけで、ヒルビル放送局、映画は大人の教科書。ご案内は、マコネーでした。またね。また来週。来週も頑張るよ。これ、なかなか楽しいね。そう、普段の収録とはまた違った楽しみがある。うん。
では。